に見るんだよ。ぶっ殺してやる。出るぜ。私の番ですね。なめんなよ。逃げるなら今のだ。くれ。やめるなよ。やんのか。やってみろ。ガガッとしてみろ。とっておき。社長、あのよかったら久々に二人でゆっくり飲みません？え？あ、その嫌ですか？そんなわけねえだろう。急だからちょっとびっくりしただけだ。いいじゃねえか、飲もうぜ。よかった。じゃあ前みたいにサバイバーでいいですか？おう、いいぜ。じゃあ後ほどサバイバーで。さあ今日も一挙頑張りますか。組織を作り上げましょう。後悔させませんから。やってやりますよ。よろしくお願いします。よろしく。役に立てるように頑張るね。よろしく頼むわ。よろしくな、姉ちゃん。グレードアップ、ありがとうございます。グレードアップ完了。ありがとうございます。インプットが完了しました。インプットが完了しました。インプットが完了しました。アザアップ隊に、アザアップ社長。勉強になるわ。
勉強になるわ。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 ありがとう、頑張った。ありがとう、頑張った。ありがとうございます。社長。自分の動きは大切ですね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 。実力アップ。勉強になったよ。努力いたしましょう。お任せください。はいよ。やってやるよ。
はい。本当に親父はわざわざ蒼天堀まで出向かなきゃならなかったのか。ええ、渡瀬は若頭です。そして荒川の親父は渡瀬の代行の立場。渡瀬とは早めに一度顔を突き合わせて挨拶しておくのは当然かと。なるほど。なら、なんで今回に限って事後報告なんだ。親父の動きは逐一報告しろと言ってたはずだ。申し訳ありません、若。私も先ほど知らされたもんで。そうか。ま、あとは何が起きるか見ものだな。え、何が起きるかと申しますと。考えてみろ。渡瀬勝と荒川真澄、その二人が顔を合わせるんだ。ただ挨拶だけで終わるのか。そんなはずはない。親父は何か企んでるんだ。まさか何か企んでいるとは。近江の会長は寝たきりのままだろ。容体が回復する見込みは薄いと聞いてる。ええ、その通りです。じゃあそろそろ後目の話もしなくちゃならん時期のはずだ。いえ、そこまで差し迫っちゃいないはずです。ですが確かに渡瀬の出生期に会長が正式に後目を譲ると言い出す可能性はありますが。つまりそうなれば自動的に渡瀬が近江の会長に就任ってことだ。そしてきっとその時代がしばらく続くことになるんだろう。でももし後目の話が起きる前に渡瀬がいなくなると話は違ってくるよな。え親父はそうなる前に渡瀬を消す気かもな。荒川の親父がまさかそこまでやるとは。そうかな。神室町参詣作戦の時、俺は親父に登場会を売れと迫った。近江を引き込めと言った覚えはない。あれは親父が自分でやったことだ。しかし親父のやつうまいことやったもんだ。そう思わないか。ええ、親父のおかげで神室町から登場会が追い出され、参詣作戦の成功が世に広まり、俺の顔も立った。でも登場会が消えたそのどさくさに自分は自分で近江を引き入れて、一躍登場会の参事から近江連合の大幹部へ昇進したんだ。ちゃっかりしてるよ。古臭い頭の切れない極道だとばかり思っていたが、正直あんなに変わり身がうまいとは思わなかったつくづく権力ってのは魔物だよな親父が渡瀬を消して近江を乗っ取ろうってのは俺にとって全然悪い話じゃない。身内が仕切る方が今後何かと都合もいい。ただ気になることもある。
気になること。親父が渡瀬に会い挨拶だけで済ましたのならそれはそれだが、俺の読み通り渡瀬を消すつもりなら俺に事前に連絡すべきだろう。それはもし事前に連絡もなく渡瀬を消し、消した後も報告もないようだったらそれは俺への裏切りだ。絶対に許さん。親父が若を裏切るなんてことは。いや裏切りだ。ヤクザが力を震えるのはあくまで俺の監視下でだけだ。俺の立場はもはや産経作戦の時とは違うんだよ。表の世界の頂点に立とうという人間は裏の世界の情報も細やかに把握しておく必要がある。そのポリシーを貫く上では相手が実の親でも例外はない。必要なのは歴然とした上下関係だけだ。沢城、俺と親父、お前はどっちに忠誠を誓うんだ？俺は親父から若のことを託された人間です。その命令は何よりも若を一番に思えということでした。なら親父の動きは細かく監視して報告しろ。わかりました。大阪には天道を向かわせます。奴は荒川の親父にも気に入られていますから。天道の親分、いつお戻りやったんですか？今日の昼や。明日は頭の出所やさかいな。あれ、そうなんでっか？はっ、仇は知らんでええこっちゃ。油売っとらんとちゃっちゃと仕事せ。言ってまうぞこれ。いや、やめてくださいよ。天道さんのパンチはシャレにならないっすわ。なんやと？なんでもありまへん。仕事ありますんで。ほなまた。おっとボーイさん、これおかわりな。あ、私もよー一番。スマホずっと見てたって、ミツって野郎がすぐ電話してくれるわけでもねえんだからよ。つまんねえ顔してねえで、ここは一つ楽しく飲もうぜ。うん、賛成。大阪って最高だね。だーもううるせえな。だから俺は一人で来るっつったのによ。春日さん、どちらへ？トイレ？全然飲んでないのにもう酔ったの？なんだ？電話待ちってのが落ち着かねえ。あいつ、いつになったらかけてくんだ。向こうは花から忙しいっつってたんだろ？渡瀬の出所祝いとかで。まあな、近江の本部で宴会の準備だとか言ってたな。くだらねえ。こっちはおやっさんの件でそれどころじゃねえってのに。気持ち察しろってんだ。そもそも来るのは明日にしてくれって言われてんだろ。それを勇み足でフライングしといて文句言っちゃいけねえよ。ミツってやつもいい迷惑だろ。なんだよ小獣とみてえに。でもよ、さっき店の中で小耳に挟んだんだが、荒川真澄が大阪に来てんの結構話題になってるみてえだぜ。そうなのか？客同士で話してんのを聞いた。下手すりゃ荒川と渡瀬の間でドンパチ始まるんじゃねえかってな。もちろん文字通り噂話ってとこだけどな。ちょっと待った、メールだ。
ミツってやつからか。くそ、なんだこりゃ。どうした。ニック尾形からだ。念願のカムロップとツーショットだとよ。あの野郎、こっちの気も知らねえで。はーい、一番、写真見てくれたかい。レアなんだよあれ。彼気まぐれで町のどこにいるかわかんないじゃない。だから見つけちゃった時はもうテンション上がっちゃって。もういい、わかったから。え、どうしたの。あのさ、悪いがこっちは取り込み中だよ。1日か2日ぐらい連絡は遠慮してもらうぜ。ニック、取り込み中。おお、ベリービジーね。でも、ワイ。とにかくよ、落ち着いたらこっちから連絡する。それまでカムロップとよろしくやってね。おお、ソーリーね。でもそんなに怒って。 What happened? じゃあな。カリカリしないでよ、ミスター一番。すまん。カズガよ、そんなにカリカリするくらいならさっさと本部に行っちまえよ。え、こんなとこで連絡待ちしてるなんてお前らしくねえぞ。それに、もし客の噂通りドンパチでも始まっちまったら荒川真澄の身も危ねえんじゃねえのか。おい足立さん。そうだな、よし、行っちゃうか。行っちまうか。行っちまえ行っちまえ。やれやれ、まったくこいつらは。なあ、いらっしゃいませ。いた。ごちそうさまでした。ありがとうございました。あ、この串カツ屋さん、SNS で見たことある。超美味しいんだって。行きたいな。お、コンビニで読んだ雑誌に載ってたガールズバーだ。可愛い子が揃ってるらしいぞ。行きたいな。あいつら結構似た者同士なのかもしれねえな。だな。そうでしょうか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。よくソースの二度漬け禁止って書いてあるけど、なんでだろう。あのソースは超高級食材なんだよ。え、マジで。ああ見えて一坪数十万円はくだらないね。だから串揚げ一本につき一回までって決められてるんだよ。そんなに高級なタレだったのか。そう言われると食いたくなってきたな。意外に騙されやすいんだね、春日君。え？嘘に決まってるでしょ、そんなの。
まあ主な理由は衛生面だな。あとはソースの味が変わるからという説もありますね。だよ、知らねえの俺だけかよ。しょもねえ嘘つきやがって。ごめんごめん。高級なタレじゃないのか。見下してんのか。そのうちやめてやるねえぞ。私の番です。来てみろ。やってみろ。くれやんのか。こっちだ。俺の番だな。かかってきなさい。おい、来た。俺の番か。ほら、これで。これで。私が相手です。やってやるぞ。さて。俺の番ね。私の場面だよ。セーレア、こいつでどうだ。やろうか。こいつだ。絶対負けない。ほら、こういう痛い目に合わせますよ。とっておき。かかってきなさい。見せてやるよ。やるから。あ？どうすね。さあ。飛ぶってのは結構な勇気だよな。飛び込む人がいるのですか？何のために？野球やサッカーで勝ったりするとテンションが上がってドボーンといっちまうやつがいるんだ。飛び込んだ後は救急車とか呼ばれて結構大変らしいぜ。勇気というより無謀ね。テンションが上がって川へ飛び病院へ搬送される。はあ、全く分かりません。まあ、あんたとは真逆の人間も世の中にはいるってこったな。私の番です。なめんなよ。やってやるよ。はい、どうしたらいい。絶対負けない。おい、来た。かかってきなさい。
いらっしゃい。ありがとうね。いらっしゃい。ありがとうね。田中萌実のサインがある。誰だそれ。まあいわゆる地下。開けてみるか。やったぜ。you
さっき通りすがりのおばちゃんから兄ちゃん絵服着とるなんだ。着てやる。さてぶっ飛ばしてやる。セミこいつでどうだ。逃げるなら今のうちだ。俺の番ね。開けてみるか。開いたぜ。このビル雑然としててちょっと怖い。そうですか。
比較的整理されているように見えますが。だな、なんかしっくりくるぜ。コミジュルとホームレスハウスが基準だとそう感じるんだろうな。開けてみるか。やったぜ。ところにサッカーボールとゴールがあるぞ。ちょっと蹴ってみてくれよ。ナンバオ？ボールをだよ。なんでお前に蹴られなきゃならねえんだ。冗談だって。よし、じゃあボールをゴール前にセットして。うん、どうした？いや、ゴール裏のマチキンの看板が気になって蹴りにくい。本当だ。何？ハロー、ユキチくんって。ゴール裏のせいで蹴れねえとはアウェイの洗礼ってやつだな。 PK って難しいぜ。開けてみるか。開いたぜ。Thank you.
この貴様やりよし。なんだな、さてやってやるぞ。してみろ。俺の番だ。ってこいよ。いいじゃよ。私の番です。おいた。私の番ね。やっぱ。いや、君が取ったぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ありがとうございました。開けてみるか。やったぜ。Ooh.